ホかお前。なんだそれ。もう朝からうるさいな。見ればわかるじゃん、包丁でしょ。もう寝ぼけてんの。もうお兄ちゃんさ、来週引っ越しなんだからね。今日は絶対片付けやったよね。引っ越すったって同じしないだろうがよ。いい子バカ野郎、だいたいなんで引っ越す必要があるんだよ。高い更新料払うならせっかくだし違うとこ住みたいの。ここ飽きたの。片付けやっといてね。ニコサイ君と買い物行ってくるから絶対だからね。朝ごはん作っててあげたから。さて、あーでもダメだな。今度はうまいっすか。うまっ。おいタチ、金は？どうしたよその手。ん？いつも失敗ばかりだからさ、今日は早起きして朝ごはん頑張ったのだ。学校にでも通え。上手にできたなんて言ってないもん。